この前は映画ポッポ屋のセットとして設定としてついてる駅の名前、それがねそのまま残ってます。ですけど、今ちょっと休線っていうのかな、線がお休みしてるので電車が来ない状況。ここは絶対来るべき。さてお次はサイクリストの憧れ、北海道でのサイクリングレンタルしたいと思います。自転車と、ウェアもお借りできるということなので、言葉に甘えて選んでいきたいと思います。ここからちょっとね、今回選べるように用意していただいたんですけど、長袖半袖意外と涼しいので長袖にしようかな。このセットをお借りします。はい、着替えました。オールモンベル、めちゃくちゃ本格的なウェアをレンタルできます。サイクルステーション南富良野さん、荷物が減るのがいいですね。手ぶらで来て自転車も借りられるし、ウェアも借りられるし、もう何だったらもう靴と靴下まで借りられますからね。着心地もいい、履き心地もすごいいいです。ウェアがしっかりしてるとテンション上がりますね。南富良野の地を滑走したいと思います。シューン。今日の相棒レンタル、モンベルのロードバイクです。函館と青森、合計150キロ走ったのを思い出します。すごい気持ちいい。このね、誰にも合わない感じもう1時間走ってますけど、車1台もすれ違ってないです。そして横に牧場があったり、ものすごい広いところに1本だけ木があったりね、え、魅力たっぷり。自分でロードバイクを買った暁にはまた来たいと思います。ところ変わってシムカップ村にやってきました噛んじゃう。シムカップ村にやってきました。川の音がすごい聞こえますね。目下に流れてるんですけども、ここが結構な下り坂で、でもおかげで多くがみんな車って降りてんじゃないかなと思うんですけど、行けんのかな
不安です。高いは制限表降ります。結構丈夫。まさかこんなところ通ると思わなかった。ロープってすごい。着いた。いやーすごい、岩大きい。あそこはすごい。みんなこうボルダリングでこう、ここ登るんですか。でも明らかにあの断面、あそこから落っこった岩がそこにゴロゴロしてます。せっかくなんでこれ入れてみましょう。ロープ使って一生懸命降りてきた甲斐がありました。ここは今もう夕方なんでちょっと暗いんですけど、細かい雨も降ってますし、天気が良かったらまた景色も違うのかな。あと季節によって見え方もまた違いそうです。すごい景色のところからお話しますけれども、今回の動画は北海道2日目、富良野編ということで、たくさんねいろんなところを回って自転車にも乗って最後崖下って登ってきましたが、皆様いかがでしたでしょうか。写真の方もねたくさん撮れたかなと思いますけれども、改めて2日間北海道の、美瑛そして富良野ね、回ってみて、ここに関しては、シムカップ村ですけれども、やっぱり普段見てる自然の規模とはもう全然違う、桁違いの自然が広がってて、これはもう今の時代検索すると手元の小さい画面でいろんな写真が見えますけど、ここに関しては、うん、自分の目で見て、体で感じて、音も聞いて、全身でね、堪能していただくのが一番いいかなと思います。その体験したいい思い出とともに、写真も撮ってもらって、ああ、こんな綺麗な景色あったね、楽しかったね、というふうに楽しんでもらえたら、すごくいいんじゃないかなと思います。2日間回って、すごい楽しかったです。めちゃくちゃ満喫できました。北海道まだまだ広いんですけど、このね北海道の中で言ったら一部かもしれませんが、すごいたくさんのスポットを巡れてとても充実した2日間でした。写真ですね、見ていただいて皆様いかがでしたでしょうか。もしすごい綺麗な写真だね、行ってみたいねと思っていただけましたら、ぜひともグッドボタンをよろしくお願いいたします。また来ます。富良野、美瑛、北海道遊びに行きたいと思います。それでは今日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。またねー。